はい、どうも。ってことで、ベクトル空間っていうことで話をしていきたいと思います。まあ、前回までガンとタイっていう話を散々してきて、ようやく本題に入るっていう感じですね。で、これも線形代数のシリーズは別にその、なんか、大学1年生のために、なんか試験対策になるようにするために、なんか授業をやる、授業っていうか、その話をするっていうことではないんで、まあ、そういう人は、これは目的が違うんだっていうことで、まあなんか、抽象的な理論のことを、はい、やっていきます。はい。はい、すいませんね。大学1年生の線形代数の試験ってどんな感じですか？まあなんか、ある人はそのコメントみたいに書いてもらいたいんですけど、多分その行列とかいきなり出てきて、で、その行列の計算をいっぱいしろみたいな感じが出てくると思うんですよ。逆行列を求めろとか、なんか連立方程式を解くときに、なんだっけ、吐き出し法を使えとか。で、僕はあれ、まあ、今からまたそれちょこっと勉強して、やり方を覚えれば、ある程度できると思いますけど、まあ、あんまりあれ、できる意味ねえなって思ってて。で、多分、このシリーズで行列も、だいぶ後になって出てくると思います。っていうのも、僕はその行列をその線形写像として、一応考えてやるっていう感じなんで、まずベクトル空間の話をして、ベクトル空間の性質の話をして、その後にベクトル空間とベクトル空間の間の写像を考えるっていうことで線形写像っていうのが出てきて、でその線形写像の性質をしばらく見て、その後で行列っていうのがあるよっていうのが出てくるぐらいですかね。でも一応このシリーズは全体として別でやってる位相シリーズと、ゆくゆくは合流させて、その関数解析っていうところに話つなげたいんで、でそうやってその無限次元のベクトル空間を扱いますとかっていう感じなんで、そもそもあんまり行列を丁寧にやる意味っていうのは、ないと。まあ有限次元のベクトル空間考えるとかだったらあるし、まあ、ものにもよるんですけど、まあ、だから、一切行列が出てこないとか、そういうことではないんですけど、とりあえず、まあ、そんな感じですかね。まあ、わからん。こうは言ってても、細かい、話したい順にしか話しませんから、僕は。そういう感じになるとは思いますけど、っていう感じなんで、はい。よろしくお願いします。はい。よろしくっていうか、需要は多分ないんじゃない。で、まあ何から話しようかな。ベクトル空間って、まあ後で講義紹介しますけど、ベクトル空間って空間っていう名前がついてるけど、あれ空間じゃないっす。まあ別に数学でいう空間っていうのは、集合のことだって言われればそれまでなんですけど、ただその空間っていう時には、その広がりっていうようなイメージってあるじゃないですか。やっぱりその日常で空間っていうと、やっぱこの3次元空間っていうか、この僕らのこの周りのこのスペースっていうか、そういうものを指すわけですけど、でその数学だったら別にその直線も空間だし、その平面だって空間だし、そのそれどころか集合自体が空間だしっていうことなんですけど、で、まあ、それでも一般的には、ある程度、位相空間のことを空間っていうとか、ベクトル空間のことを空間っていうとかっていう感じで、で、その、もうちょっとちゃんと言うと、その、広がりみたいな、そういうイメージっていうのがあるよねっていう感じで、でも、ベクトル空間って単に言ったときには、数学的には、そこにはその、代数的な構造しかないんですよ。要はその、足し算ができますよっていうのと、スカラー倍ができますよっていうところしか、考慮されていないんで、ベクトル空間は、だから、足し算と、その前に、ベクトル空間って、ベクトルっていうものと、スカラーって呼ばれるものと、2つあるんですよ。で、このスカラーっていうのは、前回やった対っていう話。で、前々回っていうか、は、間をやりましたけど、あれは、別に、今後は基本的には出てこさせないつもりです。で、まあ、関数解析を深めれば
缶とかどんどん出てくるんですけど、まあ、そんな難しい話僕今できる気がしないんで、はい、でなんで缶の話したかっていうとタイの話をしやすくするためにしただけなんで、だから線形代数のゼロってなってるんですけど、はい、でベクトルって言われるものがあると、まあまともにっていうか、まともにっていうか普通に人生をそう送ってきたら、その高校で多分ベクトルっていうものに出会ってっていう感じだと思うんですけど、ああこれその時と一緒の話しよう。まあこの前のライブ放送でも言ったんですけど、まずそのベクトル空間っていうのは、そのこれもね、そのユークリッド空間っていうところから説明されること多いんですけど、あんまりそのユークリッド空間考えるんだったら、ユークリッド空間考えるってことだから、あんまりそれを、あの、まあでもベクトルの場合は確かにそのユークリッド空間考えやすいっていうのはあったりするのか。あの、だからその前にも言いましたけど、そのでもそのまあそのベクトル空間って何やねんって言われた時に、例えば直線ですとか、平面ですとか、いわゆる三次元空間ですとかっていう風な感じで言うと言いやすいんだけど、ただその単にそういうものを考えるだけだったら、そのいわゆるユークリッド空間っていう感じで、そのでユークリッド空間って何やねんっていう人も多いかな。あ、そっか、それも何やねんっていう人結構多いか。だからその今までその座標をこう直線だったらこうだし、でなんか原点がこの辺にあって、で1っていうのがこの辺にあって、右がこの辺にあってっていう実数直線、実数直線とか、あとはその平面、平面こう原点があって、でここは10とか、ここは01みたいな感じでこう、でここは11とか、こういうまあ平面直線ん、平、まあごめん、あのすいません、平面ね、平面とか、あとはそのこれの3次元万丈とかっていうのを、まあ大体高校まではやってきたわけですね。さすがに4次元以降は多分やってないと思うんですけど、でこれってその単に今までは空間って言ってきたり、あるいはまあ数直線とか平面とかって言ってきたと思うんですけど、まあ全部そのまとめて空間って言えるっていうか、もっと言うとユークリッド空間なんだけど、それ何っていうと、うん、いわゆる通常の意味での空間のことです。例えば、こことここの距離は1ですよねとか、こことここの距離は、ここの長さが1で、ここの長さが1だから、ピタゴラスの定理より1の2乗足す1の2乗のルートだから、ここの長さはルート2だよねとか、他に何だろう。この赤い線とこの青い線っていうのは、なんかまあ三角比みたいのを使ってやるかなんかすれば、ここ45度だよねっていうのが分かるとか、そんな感じでその暗黙の了解でそのいろいろこう計算しちゃってるんですよね。要はその数学的にはまずその距離とは何やねんっていうところから話を始めるとか、角度って何やねんっていうところから話を始めないかんのですけど、そのユークリッド空間ってその日常で使ってる距離とか角度とかそういう概念が通用するんで、その改めて距離って何やねんとか角度って何やねんって考えなくてもあのいけるっていうか、それも本当は考えないといけないんだけど、その高校までの数学でそんな距離とは何やねんとか角度とは何やねんっていうのをやるの、あのだるいっつうか、そのなんつうの、今日またなんか喋り方違ってるよね。まあいいや。なんかそういう感じで、その、まあそんななんか、それって何、距離とは何ぞやみたいな、そういう哲学的なことっていうか、根本まで、探って考えるっていうことをしないわけですよ。で、で、まあそのしなかったんだけど、しなくても十分通用したわけですよ。それは日常的な意味での空間を考えていたから。要はその、普通に僕らがその物差しで長さ測るとか分度器で角度測るとかっていうのをやってたのを、そのままあのここで、十分通用したんだけど、以後このベクトル空間っていうものを考えるときは、っていうかまあ数学っていうものを考えるときはそうはいかんぞっていう話に
そうはいかんのだけど、そのこういう今まで考えてきたような、まあ、三次元空間も含めてねっていう感じで、まあ、ちょっと三次元空間は下手で申し訳ないけど、こんな感じでみんな書いてんのかな。こっちが X 座標でこっちが Y 座標で Z 座標みたいな。なんで、なんだけど、そのこういうその今まで通用したような空間の話、空間っていうか、こういう今まで通用してたものじゃなくても、そのこういうようなのと同じような話ができるよっていうのがあって、それがまあベクトル空間っていうやつです。だからその一見これ空間じゃないやろっていうのがあるんだけど、でもそういうものに対してもなんか今までやってたようなこういう話が適用できるっていうのがあったりするわけですよ。でただその冒頭でも言いましたけど、冒頭かなでも言いましたけど、単にベクトル空間って言った場合はまだその距離とか角度とかっていうのは考えてません。そこだけ注意してください。だからなんかベクトル空間っていう言葉はね、なんかねおかしいんだよね。ベクトル群っていうかベクトル台数っていうとまた違うものを指すのかな。なんかそう言わないと、そのベクトル空間ってそのどっちかというと群とか台数とか、あ、群とか間とか体とかみたいなその台数の話なんですよ。そこにあの角度とか距離とか長さみたいな概念がないから。要するに何やろうな、なんかその数学ってその仏教で言うところの空みたいな話で仏教わからん人は余計わからんか。要はその物っていろんな性質がありますよねっていう。じゃあ目の前に磁石がありますっていう時に、その N 極と S 極があって、で大抵なんか N 極って赤色で塗られていて、で S 極って青色で塗られていて、で大抵なんか磁石って細長いなんか四角形のなんかこんなあれこんな棒状の形をしていてみたいな、こういう磁石だったりするわけじゃないですか。で N 極だから赤いみたいな、でこっち側 S 極は青いみたいな。でこれよくよく考えると、その青い必要ないよね、赤い必要ないよねとか、あの四角である必要ないよねとか、なんていうかな、まあそのこの磁石って言われるものって、その四角いとか青いとか赤いとか、これに N 極近づけるとこうあのなんだこう離れるとか、逆に S 極近づけるとこうくっつくとか、そういうあの性質とかこの見た目のものとか含めていろんなこう性質を含んでるわけですよ。でなんかその本当の意味で磁石とは何やねん何ぞやっていうのを考えるときには、そのこの赤いだとか四角いだとかそういう情報っていうか、そういう性質いらないじゃないですか。でそういらない性質をこうどんどんこう除外していくわけですよ。でしていったときに、じゃあ、N 極で N 極だったらこうあの離れますよねとか、 N 極と S 極だったらくっつきますよねとか、大体そういう感じでその必要な情報だけがこうむき出しにされていくっていう感じで、その物っていう言われるものがあるときに、その物ってこう無数にその性質があると思うんですよね。丸いとか可愛いとか赤いとかも含めて、その外部的な情報とその本当にその物の性質っていう感じで、まあその外部の情報とその物の性質の違いとは何やらねんとかって言われるとまた難しくなるんだけど、まあ哲学ではちゃんとその外縁と、これ何の話してんだよ外縁と内包って言って、あるんですよ。要はその、これは四角いとか赤いとかその重いとかそういう外部の情報、およそね。で内包っていうのは、じゃあ磁石だったら引きつけるとか、なんか扇風機だったら風を、送るとか、なんかそういうものの機能とか性質とか、本当のその見た目とか関係ないもの。ただまあそれも難しいですよね。例えばその扇風機のなんか羽の形って、その羽の形っていう外部の情報だけど、でもそのああいう羽の形じゃないと風の送りっていうのがちゃんとできないとか、そういう感じで、そのものの性質とその物のその見た目の部分って、その
簡単に切り分けれなかったりするんだけど、まあいいや、とにかくその性質っていうのが、そのものの性質っていうのがこう、こういうのもこういうのも含めていろいろあるんだけど、そっからその、なんかいらない情報、じゃあ扇風機だったら扇風機でも、その青い扇風機とか赤い扇風機っていうのがあったとして、その色って関係ないじゃん。色とその扇風機の風を送るっていう機能って全く関係ないよねとか、そういうなんか余計な情報を除いていくっていうのをやっていくと、そのある種本当にその扇風機とは何ぞやみたいなことを考えるときに、誰がそんなこと考えんねんっていう話だけど、そういうものを考えるときに、その必要な情報っていうのがむき出しになるっていうのと一緒で、そのじゃあベクトル空間とは何ぞやっていうのを考えるときに、そのじゃあそのでもともとね、ベクトル空間ってどうやって発生したんだっけ。いそうだったらそこでなんか関数解析が元になってとかっていう話をしてきたんだけど、それで歴史的な起源なんだけど、例えば多分ね、ベクトルっていうのを言い出したのがハミルトンさんだと思うんですよ。まずその複素数っていうのがだいたい16世紀とか17、もっと後か、16世紀っていうか1500年代に、まあ最初に複素数っていうのをまあ意識されたけど、その後250年ぐらい受け入れられなくてっていうのがあった後で、その複素数ってそのおおよそその実数2つの、あのペアじゃないですか。で、まあそれ分かんない人はその、あの複素解析の1っていうところで複素数とは何ぞやっていうやつやってるんで、一応それ見てみてください。まあ各自調べればいいと思いますけどね、僕の動画わざわざ見なくても。で、他になんだ、で、そうそう、だからそれでその複素数っていうのは2個の実数のペアっていう感じで、でハミルトンさんはじゃあその複素数が2個の実数のペアなんだったら、3つの実数のペアで何か新しい数考えれるんじゃないのかっていうのを一生かけてやったんだけど、結局それはあんまうまくいかなくて、で4つだったらうまくできるっていうのを発見したんだけど、それもあんま評価されなかったんだっけな。まあちょっと そこら辺の歴史的な背景は忘れたから、興味ある人は確実に調べてもらうことにするけど、っていう感じで、なんかそういうのをやってる時に、なんかベクトルって言われるものが意識されてきたっていうのをどっかで聞いたんだけど、この話もまあ曖昧で、とにかくだからそういうなんか、やっぱそこにあくまでも念頭にあるのはやっぱこういうものなんですよ。あれ？複素数もおよそこういうものだし、ただ i の2乗はマイナス1になるっていうところが違うぐらいで。で、ハミルトンのまあ4つのその、資源、今でいう資源数みたいなものに似たものを考えたり、あるいはその昔ってその方程式っていうのはその図で全部書いてたりしたわけですよ。 x の2乗とかだったら、その x の一辺の長さが x の、正方形を書いて x の2乗っていう、その面積でその x2 乗っていう数を表すとか、 x3 乗だったらその一辺の長さが x の立方体で、その体積で x3 乗っていう数を表すとかっていうのをやってたんだけど、そのじゃあ4次以上の方程式考えるときにっていう感じで、そんな感じで4次元でできたんだっけ、違うか。まあいいや、なんかそのベクトルね、多分でもね、その現代的な意味でのベクトル空間っていうのは、そのベクトル、単なるベクトルじゃなくて、そのベクトル空間っていう現代的な意味でのものが出てきたのは、やっぱ関数解析だと思うんですよ。だから位相やるのも、ベクトル空間やるのも、関数解析がキーになってるわけですよ。歴史的にはね。で、まあでも、ベクトル空間使うっていうと大体関数解析ですよね。で、あと、そのベクトル空間っておおよそそのまっすぐな空間なわけですよ。その、まあ、幾何学の深いやつやると、その曲がった空間とかっていうのも出てくるんですけど、で、その
曲がった空間と嫌らを考えるときも、その、局所的に見るとまっすぐだよねっていう空間が必要になってきたりっていう意味で、そういう意味で、まあ、幾何学でベクトル空間が出てくるとか、まあ、多様体ってやつね、多様体ってやつでそのベクトル空間が出てくるとか、まあ、代数でもまあ、当然出てくるんですけど、まあ、そういう意味でいろいろ、いわゆる解析幾何代数で分けたときに、いろんなところに顔をちょこちょこ出すやつですよね、ベクトル空間って。まあ、でも、その、歴史的にその見ると多分関数解析っていうところでいろいろまとまったんじゃないですかね。ちょっとはっきりしたことは言えないですけど。で、そんな、それでその、じゃあ何考えてたかっていうと、やっぱその関数の集まりっていうのを考えてたわけですよ。関数の集まりっていうか、その、もっと関数と関数の間のなんか、まあこれ位相でも言ったんで完全に被ってるけど、関数と関数の間の距離とか、そういうものを考えたかったわけですよ。当時の人たちは、まあ、20世紀の初頭とか19世紀の終わりぐらいの人たちはそういうものを考えたかったわけですよ。で、その、それでなんでベクトル？はっきりしたことは言えないけどね。まあ、例えば、だからその、まあ、関数っていうものを集めて、その、関数空間になるものをこう考えたときに、その空間って何ぞやっていうのを考えるときのキーが、一つが位相っていうのと、もう一つがベクトル空間だったわけですよ。で、その、多分ですよ、こっからはもう、位相と違って、まあ、もう相当で言うけど、まあ、位相の方で僕が言った歴史的な話も、まあ、合ってんのかは知らんけど、で、その、想像だけど、やっぱ今までその、じゃあ19世紀の終わりぐらいから、その関数解析になるもの、まあ、当時は位相解析って言われてたんだけど、なるものがこう出てきたんだけど、その、それまでの空間ってやっぱこういうものだったと思うわけですよ。で、だからなんかその関数を集めて、まあ当時はその集合論もおよそあっただろうから関数を集めてそう集合にするっていうのを考えて、それがなんかその、空間らしくなるのはなるのかなんないのかみたいなのを考えてたんでしょうね。で、なんかその関数を集めたときに、なんかこういう空間と同じようなことが、同じような、その共通してるような性質っていうか、現象っていうか、そういうのが見られるのか見られないのかっていう話を考えたいと思うんですけど、っていう感じでやったと思うんですけど、そんな感じで何でしょうね、その、で、ようやくそのここの話に戻るんだけど、要はこういうじゃあ三次元平面とか、三次元空間とか、二次元平面とか、まあ数学的には二次元空間っていうけど、一次元空間とか、っていうのの性質っていうのはこう磁石みたいにこういろいろあるわけだけど、そっからそのいろんな性質があるうちで、その、そのある程度のものをこう抜き出してくると、その、ベクトル空間っていうものになるっていうか、およそまあ氷っていうのはそういう感じで出来上がってくるんだけど、だから氷がまずあるっていう、あの形式主義的な考えはまあはっきり言って間違いなんですよ。それはその何々の氷っていう時にはその缶の氷でもいいし、位相の氷でもいいし、ベクトル空間の氷でもいいけど、その氷を採用したのは人間なんですよ。ということは、その、なんで その氷を採用したのっていう、その動機の部分が必ずあるはずなんで、適当になんか氷集めてきましたっていうことはまずないと思うんで、で、それ仮にやったとしても、その豊かな数学っていうのは作れないんで、作れないっていうか、その議論展開できないはずなんで、でだから、こういうものを考え、こういう考慮を考えますっていうのは、その、ある程度その、こういう概念を考えますっていうのを分かったり想定した上で、その
氷っていうのを採用してきてるんで、だから そこでなんでこういう氷があるのっていうのを考えるのって重要なんですけど、いやーなんか予定とは全然違う話しちゃってるけど、またでその時にそのベクトル空間っていうのをこう考える時には、そのまあさっきから何回も言ってるけど、広がりとかその距離とかっていうのはまずひとまず置いといて、その台数的な部分をまあ強調したわけですよ。じゃあ例えばそのじゃあ関数を集めてそれを関数空間と考えますっていうのを、じゃああなたが初めてやるとしますっていう時に、そのじゃあ関数と関数の距離って何やねんって言われると分かんないわけですよ。だからとりあえずそのでもその関数と関数を足すっていうなら大体分かるでしょ。例えばそのf っていう関数がその x を、x に送るような関数で、 g っていう関数が x をこう x の2乗に送るっていう関数だったら、この f 足す g っていう関数は x を、うん、これとこれ足せばいいから x 足す x 2乗に送るようなこう関数だっていう感じで、その関数の足し算とかっていうのは割と簡単にできると。でそこでそのまあここが疑問っちゃ疑問なんだけど、そのでその間の時に言ったのかな、間の時に言ったけど、ここでその、うん、基本的に f×g みたいなのもまあ考えれるわけですね。だから x っていうのはこう、f っていうのは x を x に送るし、 g っていうのは x を x に乗に送るんだから、その f×g っていうのはこれかけたものだからこう送ればいいんだけど、ただその今考えたいのはあくまでもベクトル空間ですっていうことをこう念頭に置くと、もうこれ歴史の話はまあさておきね、もう歴史の話は終わってるっていうか、一応その今まあ思いつきで喋ってるかな、はい、思いつきで喋ってるんですけど、じゃあその関数を集めたものをまあ空間とみなそうって考えた時に、要はその物と物の関係を扱う時には、その、その物をいろいろ集めてきて集合にして、でその集合内でそのいろいろ比較する方がいいんすよっていう感じで、まあ考えますと。でどうせだったらなんか空間っぽくしようっていう発想があったとして、でそのとりあえず関数を集めてきて、要はその関数と関数の関係性を調べたいと。要はその位相のとこでも言ったけど、じゃあそのこういう関数とがあった時に、この関数と、この関数でその赤い関数に近いのは緑の関数、青の関数みたいなのがあるっていう感じで、このこういう赤い関数とか青い関数とか緑の関数とかいろいろ集めてきた時に、そのこういう関数を集めてそこで一種の集合みたいなのをこう考えて、その集合内での関係っていうのをこういろいろ見た方が、このこいつらの関係性をこう考えやすいっていう感じの発想でいくと。でまずそのそこで、でもそこでそのなんかこいつらの距離とかっていうのをやりだすと、全くもう頭がこんがらがってもうおかしくなりそうになるから、とりあえずそのじゃあでもこいつらを足すとかそういうことができそうだよねっていうことになるわけです。で実際こういうふうに足せるし、かけることができるしってなるんですけど、ただそのあくまでもそのじゃあなんかそのじゃあこいつらの近さはっていう時に、じゃあその関数っていうのを集めてなんか空間みたいになるんじゃないかっていうふうに発想したとして、ででも当時っていうのはまあおおよそ多分こういう空間しか考えられてなかったわけですよ。今でこそそのいろんな空間っていうのがこうありますけど、それはやっぱあくまでここ100年ぐらいでのその数学のそのいろいろ分かってきたっていうだけのことで、その関数解析出始めのこと、位相解析出始めのことってそんな分かってなかったと思うんですけど、でそんな感じでそのこういうものしかなかったと。でこういうものでそのじゃあそのでその当時はベクトルっていうのもそのあるから、そのじゃあ例えばこういう赤いベクトルと、こういうなんか緑のベクトルっていうのがあって、じゃあこの赤いベクトルと緑のベクトルを足すっていうのはできるよねっていうのがあったんですけど、これはそのかけるってなると難しいんですよ。要はそのこれをまあ
これをその平面上のベクトルじゃなくて複素数に見なせば、その赤と緑のベクトルをかけるっていうことは、その複素数はかけることができるから、このベクトルもかけることができるっていうことになるんだけど、さっきも言ったようにハミルトンさんはじゃあ3次元でもこれ同じことできるんじゃないのってやったんだけど、うまくいかなかったと。だからあんまりそのこういうそのなんかベクトルを足すっていうことはできるけど、ベクトルをかけるっていうことはあんまりうまくいかないんじゃないかっていうふうに考えるわけですよ。そしたらなんかその関数をこう足すっていうことはできそうだけど、関数をかけるっていうことはできないと。だからそのなんかこういうこっち側のユークリッド空間の話と、この関数を集めてきたものの話でなんか共通できる性質ないかっていうのをこう探っていくみたいな感じかな。それが一番いい説明なんじゃないの。今思いつきで喋りながら結構いい説明してんじゃないかっていう、また例によってこうナルシストがこう発動してますけど、はい。うん、だから、うん、まあ、もう一度そういう発想なんじゃないかな。要は当時の人の、うん、感覚としては、こう関数のこのどっちが近いの問題みたいのがこうあったと。で、そしたらその関数同士の関係を調べるんだから、関数をとりあえずひとまず集めてきて、で、それ集合にしちゃって、集合内での関係で調べたいと。で、もっと言えばそれをなんか関数、その関数同士の近さとか考えたいんだから、その集合っていうのを考えて、それを空間と見なしたいと。で、空間といえばこういうものがありましたと。いうときに、うん、こういうものとこういうものがこう共通する部分を探っていけば、なんか、その、こっちを空間っぽく考えることできるんじゃないっていう。要はこれ、こういう A って言われるものと、こういう B って言われるものの、その共通の性質を見ていけば、その、そしたらなんだろうな、その A についてのその、うん、じゃあ、多分そのこっちよりこっちの方がまあ当時分かってたと思うんだけど、じゃあそのこっちとこっちでなんか共通してる性質っていうのがあるよねって分かったときに、そのこっちについての、なんか分かんない性質を調べるときに、こいつ見ればなんか、こいつなんかこれこれこういう性質持ってるから、こっちもこれこれこういう性質持ってんじゃないのかみたいな、そういうなんかその こっち側を鏡にして、この鏡を見ることによってこっちを知るみたいなことができそうじゃん。で、例えばそのこいつらとこいつらっていうのは、その足し算っていうのはできるっていうのは、その共通の性質として持つわけ。で、掛け算っていうのは一瞬できそうなんだけど、どうやらこの、こっち側ではこう、今度掛け算できそうにないと。で、それを見ていったときに、今度その、あれと気づくわけですね。その、このベクトルっていう、こう赤いものがあったときに、これをこう伸ばしたり、あるいはこう縮めたり、まあ逆向き、ちょうど真反対の方を向くようにこう伸びたり縮んだりすることもあるかもしれないですけど、こういうことはできると。要はその、ベクトルとベクトルをかけるっていうのはできないんだけど、こう、ベクトルをこう伸ばすとか、縮めるとか逆向きにさせるとか、そういうことができると。で、これってその、何やってんのかっていうのをよくよく見ると、こう、これはその、実数倍してるわけですよね。これだったらおよそ3倍にしてますとか、これだったらマイナス 1.5 倍にしてますとか。で、その関数はじゃあこういう感じでこう伸ばすみたいなことを関数の世界でできるのかっていうと、あれこれできそうじゃねって思うわけですよ。例えば 3F っていうのがあったら、 F っていうのはこう X を X に送るものだから、3F だったら X をこう 3X に送ればいいし、 3G だとつまりマイナス 1.5G とかだったら、 G っていう関数は X を X の2乗に送るんだから、マイナス 1.5G っていうのは X っていうのをマイナス 1.5X 2乗に送るような関数っていうふうにやればこうできるっていう感じで、こんな感じでそのこっちは2つのベクトルを足すっていうことができて、でその
で、そのベクトルをこう実数倍するっていうことができると。で、こっちはその関数を足すっていうことができて、その関数をこの実数倍するっていうこともできるっていう感じで、はい、これでなんかそのベクトルっぽい話になってきたんですけど、ようやく。まあ、ベクトル空間知ってる人にとっては、おお、来たな、来たなっていう感じです。要はそのベクトル空間って、今言ったのがもう全てで、その和、どこに書こうかな。この外辺とか外方とかっていうのを消して、和と、その、積っていうのはできないわけですよね。積っていうのはできないんだけど、その実数倍っていうのはできると。いうことに気づくわけですね。で、ですよ。まあ、だからベクトル空間で重要なのって、ベクトル空間の公理って本当は8個ぐらいあるんだけど、重要なのはこの、こう、いや、これはベクトルの和っていうことだし、これはベクトルの実数倍っていうことね。で、まあ、その、こっちで言うと、その関数と関数の和とか、関数をこう実数倍しますよとか、そういうことね。そういうのを、まあ、こう、ベクトルっていう呼んじゃえるわけだ。だって、これをこう、まあ、ベクトルって、その19世紀まで呼んでいたとして、で、これはまあ関数だけど、でも、こいつとその、この和を取るとか、実数倍するっていう意味では、こいつとこいつは共通の性質を持つわけだ。そしたらなんか、共通の性質を持つんだったら、もう、同じ名前名乗ってもいいだろう、みたいな話ね。数学ではそういうこと許されるんだな。うん。例えば僕がその、じゃあ田中さんと僕がその、ある共通の特技を持っているからといって、僕は田中っていう名前じゃないけど、田中っていう人と同じ特技持ってるから、僕が田中って名乗りますって言うと、その偽名使うことになるんだけど、その数学の場合はその、むしろその、個人がどうとかっていうよりも、その、こういう普遍的な、もの、要はそのこれとかこれとかが共通にして共通の性質を持ってっていうその性質の方に着目したいから、そしたらその個人の名前がベクトルとか関数とかどうでもよくなって、とりあえずもう共通してんだからベクトルって呼んじゃえっていう、その方がこいつらの共通の性質について考えやすいだろうっていう、そういう感じ。いやー、やっぱ乗ってくるね、だんだん。で、まあ、この実数っていうのが、いわゆる、まあ、スカラーっていうものなんだけど、例えば、その、じゃあ、こういうものを考えるときに、実数倍とかしなくても、その、なんか、例えば、有理数倍っていうのを考えても、こう、いいわけじゃんっていうことに気づくわけですよ。まあ、あえてその有理数倍を考える、まあ、必然性はちょっと、まあ、微妙なところはあるけど、まあ、でも、そういうものを考えることができるよねっていうことに、こう、気づくわけですよ。で、それをもうちょっとこうやっていくと、その、じゃあその実数倍とか有理数倍とかじゃなくて、なんかその整数倍とかでもいいじゃんみたいにこう一瞬思うんだけど、一つ問題があるんですね。それ何が問題があるのかっていうと、こう赤いベクトルがこうあるっていうときに、今まで実数倍とか有理数倍っていうのを考えるときは、これをまあ、じゃあ、3倍ぐらいに伸ばしましたっていうときに、で、これをまた3分の1倍にしてやれば、こう、元に戻ってくれるわけですよね。3倍にしても、こう、3分の1倍すれば、こう、元のベクトルに戻ってくれると。こっちもそう。F っていう関数があって、それを3倍したものっていうのがあって、で、こういうものに対して、こう、3分の1倍してやれば、結局またこっちの関数に戻ってくれるわけですよ。っていうのがあったんだけど、じゃあ整数倍っていうふうにするとどうなるかっていうと、このベクトルを3倍にしてこうなりましたっていうのはいいんだけど、この伸びてしまったベクトルをこっちにこう
戻す術がなくなっちゃうんですよ。では伸ばしたら伸ばしたっきりでこう元に戻すってことができなくなると。でそれはちょっと不便なんちゃいますの奥さんってなるわけですよ。ということで、その要はなんでこのその濃いベクトルをこう伸ばすなり、まあ縮小でもいいけどするときにその元に戻せなくなるのかっていうと、それってそのこういうベクトルっていうのをこう何倍かすると、まあ何倍か、うん、A 倍でも何でもいいけど A 倍すると、こうなりますよっていうときに、これをまあ元に戻すためには、その、これをこのベクトルにこう戻すためには、どうしないといけない、あれ、これをこう一回拡大なり、まあ縮小かもしれんけど、したときにこう元に戻すにはどうしないといけないかっていうと、ここを A 分の1倍しないといけないわけですよね。まあ、さすがにその、0倍したらもう元に戻んないよ。だ0倍以外の時はこう A 倍したらこう A 分の1倍もう一回してやればこう A と A 分の1でこう合わせてこう合成今でいう関数の合成すれば A 倍した後 A 分の1倍するってことは1倍だからこうキープっていうかまあ元に戻したっていうことになるじゃんっていう。でこれってその掛け算の逆元ですよね。これとこれの関係って。だからそのベクトルを1回伸ばせない縮小したときにその伸ばしっきりだとこうちょっとまあ不便なんですよね。やっぱ元に戻すっていうかそのっていうことをやりたいんで。だからその整数倍っていうのを考えると、整数っていうのは、体じゃありませんでした。単なる間でしたっていう感じで、要はなんでかっていうとこう2倍とかっていうときに2分の1倍っていうこの2分の1っていうのは整数じゃないから、だから体じゃないんだけど、っていう感じで、その、整数倍みたいな、その、ものを考えると不便だ。だからここは実数倍でもいいし、有理数倍でもいいし、もっと言うと、まあ、複素数倍でもいいんだけど、っていう感じで、その、ある程度、その、体を考えてやって、で、その、例えば実数とか、有理数とか、複素数とか、で、その分だけ倍にするっていう、倍にするっていうか、複素数倍にするとか、実数倍にするとか、有理数倍にするとか、それはいいけど、ちょっと、間はちょっと勘弁してくれっていう。ダジャレじゃないぞ。うん。だこの実数倍っていうのは、こう、実数にこだわる必要はないから、まあ、その、まあ、なんとか倍しますとか、縮小しますとか、伸ばしますとか、そういう意味で、まあ、ベクトルとはまた違うものですよね、これ。だって、その、ベクトルにベクトルをかけるっていうのは、まあ、基本的にはできないだろうっていう感じで話を進めてきたんで、で、これって、その、こういうベクトルをこう伸ばすとか、縮小するっていう意識の作用なんで、それを、まあ、ベクトルとはまた別のもので、それを、まあ、スカラ倍と、しましょうと。スカラってなんだっけ、なんか、量っていう意味だっけ確か。まあ適当なこと言うのやめとくか。まあ物理の言葉で言うと、ベクトルっていうのは大きさと向きを持って、で、スカラっていうのは大きさだけ持つっていうことなんだけど、これ間違いね。数学的には。なんでかっていうと、まだ向きは定義されてないから。さっきも言ったように、その、ベクトル空間って単なる代数的なものなわけですよ。だからその向きとかいうにはまず角度っていう概念が必要になってきて、それをやるにはそのまあ先の話しちゃうと内積って呼ばれるものが必要になってくるんですよ。要はね、高校数学の内積なんてあんなの嘘っぱちなんですよ。本当はその内積っていうのを規定して、そこからその長さだとか角度だとかっていうのが出てくるわけで、で、高校数学の内積ってもう内積の定義に角度使ってるでしょ。あんなあべこべなおかしな話はないですよ。まあ結果的にはああいう内積の形に出てくるから、あれは間違いじゃない、そういう意味では間違いじゃないんだけど、ちょっとその議論展開の仕方が違うから、んってなるわけ。要はその今内積の話してもしょうがないんだけど、その
内積っていうのはその一種のその分度器を抽象化したものなわけですよ、あれって。要はそのユークリッド空間っていうのを考えるときにはその分度器で角度測りゃいいじゃんっていう話なんだけど、じゃあこういうものを集めてきたときに、このじゃあこの F と G の角度どんだけっていうときに分度器使えないじゃんっていう。じゃあそのときにその分度器よりももっと別の角度を測る、なんかそういう基準あるんじゃないのっていうのがその内積って言われるものなんですよ。で、方向で扱うのってあくまでも こいつらでしょ。だからここでは分度器使えばいいわけよ。で、分度器使えばいいとこで、わざわざなんかこういうものの角度を測るときに使うような高級な分度器を使う必要はないわけですよ。だからふさわしい身分のものを使っとけっていう話ね。で、そのなんかここで分度器で使えば済む話なのに、わざわざその内積っていう分度器を持ってくるから、はぁってなるわけ。僕内積分かるまでもう3年4年5年ぐらいかかってますから、それがね、すぐに分かったっていう人はよっぽどの天才か、なんかそのこれはこういうものですよって言われたらすぐ真に受けて、特にその思考もしてないような、どっちかというとなんかそういう数学に侵されてるような人ですよ。まあそういう話はいいか。はい。だまあイメージ的にそのベクトルっていうのは大きさと向きを持つっていうのはいいんだけど、まあ数学的には絶対的に正しくないよねっていう。だからこれはベクトルっていうのはこうあくまでもその空間の点のことね。だからまあ本当はそのベクトルっていうのをこうさっきから矢印表記で書いたけど、これがこうベクトルのわけですよ。11なら11でこうだし、でこれもこうベクトルなわけですよ。で、その高校までのこの矢印表記のこうベクトルになれたときに、これがベクトルって言われたらまあ矢印の先っちょねって言えばいいけど、これがベクトルって言われたらはってなるんだけど、ベクトルって何って言うと、こういう要は足せるものとスカラー倍できるものっていうのがこうベクトルなわけよ、およそ。だからこれってそのじゃあこれベクトルですとか、この青いやつもベクトルで、この要は関数がこうこの場合ベクトルになってるから、こういうもので、でこういうもの足せんじゃん、だって関数足せるっていう話だったから。でこういうものをスカラー倍実数倍するとかっていうのもできるじゃん。2倍にするんだったらこう全部こう2倍にすればいいし、 1.5 倍ならこう 1.5 倍にすればいいし、マイナス 1.5 だったらこう逆向きにこうなるしっていう。だからこれがベクトルっていう感じで、その これがベクトルですよっていう時に、ここでその矢印みたいな意味もないし、その向きを持つみたいな意味不明なものもないわけよ。で これこそその向きを持ちますっていうと、もう意味不明でしょこれ。はっきり言って高校数学は間違いだらけだし、ぐだぐだだし、中学数学までやったんだけど、高校数学分かりません、でも大学数学やりたいですって、そんな人いるかは知らんけど、いたらもう高校数学やんなくていいと思う。なんかみんな高校数学やってから大学数学やれって言うんだけど、はって感じだよね。だって、なんで高校数学やんないといけないのっていう。微積分も数列も極限も全部さ、ぐちゃぐちゃなままさ、やってんじゃんっていう。厳密に一から数学をやるんだったら、一気に大学数学やった方がいいっすよっていう。で、高校数学って、ごちゃ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 計算してるだけなんですよ。なんかしょうもない計算をね。なんか今日毒舌っていうか、なんか今日すごいな。いや、なんか、ライブ放送だと、人が一応最近は割と聞いてくれるから、その一応柔らかい口調で話すようになるんだろうけど、こう今聞いてない、誰も聞いてない状態でこう収録してるだけだから、そのなんかある種言いたい放題になってるっていうか、はい。やっぱそのライブだったら、そのやっぱそのさ、聞く人に楽しんでもらうっていうか、そういうのがあるけど、こう収録だったら聞きたくないやつは聞くなっていうふうに、まあそれで一言で言えちゃうじゃんっていう。で、なんだっけ、だから、その高校数学の知識はなんか 30% ぐらいしかないですとか、受験数学とかできませんっていう状態で全然大学数学やっていいと思う。大学数学ってもう哲学とか概念だからね。
高校数学って、まあ、この前のライブでも言ったけど、そのもうすごい汚いなんかゴミ漁りみたいなものが高校数学なんですよ。こんな表現はさすがにライブ放送でもしてないけど、でもその中学までのその計算ゴリゴリでやりますよっていうのと、大学以降のその哲学的な概念を扱うようなものっていうのがそのごっちゃになってて、でそれがなんかそのうまい具合に中和になってるとか、あの教育的橋渡りになってるっていうとこじゃなくて、そのすごいなんかつまみ食いしてみっともない感じになってるのが高校数学なんですよ。なんか下手に微積分も確率もベクトルも極限も数列もとかっていう感じで、行列もとかっていう感じで、複素数もとかっていう感じでかじるからさ、うん、何が何だかようわからん状態でそのやって、教えてる方もよくわからんし、学んでる方もよくわからんし、でも一応その試験とかやんないといけないから試験はできるようになるんだけど、何やってるかはさっぱりわからんと。だって仮に極限理解してたらさ、そのここまでイプシロンデルタとかさでつまずく必要ないわけじゃんっていう、線形代数もつまずく必要ないじゃん、だって行列高校でやってるんだし、内積とかも一応高校でやってるんだからつまずくはずないじゃん理論的には。でもつまずくっていうことはそのごっちゃに単につまみ食いでやってて何やってるか分かんないからつまずくわけよ。だからそんな無駄な高校数学は廃止しろっていう話。はい。あーなんか今日イヤイヤしてたっていうのもあるけど、すごいなんか毒吐いてんな。まあいいや、全部本音ですからね。あとこれ酔ってませんから。はい。で、そんな感じで、その、こう、ベクトルっていうのはこうなってるわけですよ。だからこれで、まあ、ベクトル空間の、まあ、およそ重要なところは全部言っちゃったよね。スカラーがなんで耐えないといけないのかっていうのも、まあ、こんな感じ。まあ、あとはだから細かい効率っすよね。で、その、まあ、その、カンの時にもやったけど、カンって足し算と掛け算ができたんですよ。で、そのカンってその足し算に関する公理が4つぐらいあって、掛け算に関する公理も、まあ、あれは掛け算の逆算はないから3つぐらいかな。で、この和とこの積っていうのを結ぶ、その分配法則の公理っていうのも、まあ、1つあったわけですよ。で、対はそれプラス、その0と1は違うよっていうのが公理にあったのと、まあ、情報掛け算の逆減っていうのもまああったけど、でベクトル空間もまあおよそ同じで、和に対するこう公理があって、でそのこうスカラーに対する公理があって、でその和とこうスカラー倍をこう結ぶ公理があってっていう感じ。スカラーっていうか、まあスカラー倍に関する公理か。で和に関する公理はもうその一緒なんですよね。そのxyz っていうのをこうなんかその空間とするわけですよ。で、アルファとかベータとかっていうのはこうスカラーにしますと。こいつらがこうベクトルね。だからこれ足せるものっていう、足せるものとかこうこういう関数とかこう空間上の点とかそういうのをイメージすればいい。いや、その点と点ってまあベクトルとみなせばこう足せるし、まあ、まあそこは高校のイメージでいいわ。で、これはその関数と関数は足せるっていうのはまあ こんな感じね。その、なんだっけ、重ね合わせの原理みたいな感じでこう関数同士を足すっていうのはできるから。で、あとはその、まあ、実数倍なり、まあ、複素数倍なり、有理数倍なりっていうのはできるよっていう。で、その何倍する、ベクトルを何倍するのかっていうのがこう、すから、まあ、対。で、まあ、おおよそ、その、うん、さっき有理数って言ったけど、あんまり有理数を対、スカラーにすることもなくて、だ実数と複素数さえ押さえておけば、うん、OK 牧場っていう感じ。で、まあ、実数も、まあ、その、本当の理解を求めると、まあ、難しいけど、まあ、直感的な意味の実数、まあ、いわゆる直線イメージする実数さえをイメージしておけばいいし、複素数わからんって言ったらさっきも言ったけど、複素解析の位置を見てもらうことにして、で、
まあ実数も一応まあ注意どっかでしたと思うけど、まあもう一回言っとくと、その日曜で使ってるのは実数じゃないんですよ、有理数なんですよ。例えばそのじゃあ今日の気温31度あるよねっていうのも 31.8 度あるよねとかっていうのもこう 31.8238 みたいなこう無理数かもしれないんだけど、途中で 31.8 とかっていう感じで区切ってるわけですよ。だってそのメモリがそのどっかで打ち切んないといけないし、物差しのメモリなり、あの気温のメモリなりっていう時に無理数書くんだったら、そのメモリっていうのをこう無限にないといけないわけです。そのなんというか、僕はその実無限を信じているけど、あのただその現実に無限このメモリを書くって言ったら無理なんですよ。っていう感じで、そのと無理数っていうのはその人間社会ではこう使えないわけですね。あくまでもその、まあ、クソって言うとあれだけど、まあ、イデアなんだけど、まあいいや。その形で数学では考えれるけど、その現実では考えられないみたいな話ね。で、まあそういうのはまあプラトンの思想になぞらえて、数学はイデア界のものだって言ったりするんだけど、まあそれはいいや。だ そこだけがまあ注意ね。だから、実はその有理数理解、実数理解してるようで、その無理数っていうのは理解しがたいから、その実質はその有理数を理解するにとどまってるんですよね。で、まあ、それ、ちゃんと数学的に理解するには、その、上限っていうか、その、デルキントの切断とか、カントールによる、その、実数の構成だとか、ああいうのをやるしかないんですけど、って言ってますね。で、まあいいや。こういうベクトルと、こうスカラー倍っていうのがあったときに、まず、和ねは、和に関して、まあ、x と y っていうのが、こう、v にあったら、こう、x plus y っていうのが、こう、v に入って、要は、あの、この関数とこの関数足したものっていうのがもう関数になってないとか、そういうことが起こらんっていうことね。これはまあ大前提で。で、x たす y っていうのはこう y たす x っていう感じで、まあ加換法則、交換法則ですよね。あとは x たす y たす z イコール、x たす y たす z っていう感じで、これはもう結合法則ですよね。で、すべての x に対して x たす0イコール x となるような0っていうのが存在とかね。これももうあの間の和のやつとまあ一周しようだから、もう細かいことはもう言わないですけど、まあ一応ちょっと丸三と丸四だけまあ一応言わなあかんかな。で、すべての x に対して x たす y イコール0となるような y が存在。これはまあ0があるよっていうことだし、これはそのマイナス x っていう、要はこっちでいうこう逆向きのものがあるっていうことだし、これだとまあこういう関数だとして、こういう x っていう関数に対してこうマイナス x っていう関数があるよっていう話。これが y だったとすると、y ってマイナス y っていうのはおおよそこんな感じ。こんな感じかな。ちょっと絵が下手だけどさ。で、これはその、どんな x っていうベクトルに対してもこう0を足したらこう x のままだよっていうような0っていうのがまあ一個存在するよっていう、まあなんかその一番上のお偉いさんみたいな感じですね、0って。で、に対してこっちの主張はその全ての x に対して x たす y イコール0ってなるような y、 つまりまあマイナス x のことなんだけど、マイナス x ね、はい、のことなんだけど、こういうのが存在するっていう感じで、この x に対してこうマイナス x っていうのがいるっていう、このパートナーみたいな感じね。だからさっきも言ったようにこう赤いものに対してはこう赤いパートナーがいるし、この緑のものに対してはこっちのこういうパートナーがいるしっていう感じ。で、0は0で、もうその、こういう、まあ唯一心じゃないけど、そんな感じね、その、
要はこの赤いやつにこう黄色を足してもこう赤いのままだし、緑のやつにこう黄色を足しても緑のままだしっていう、ちょっとその日本語の構造がこの、形が一緒なんで、で、ただその区切る場所がこう違ってるでしょっていうところだけは、まあ一応注意してもらうことにして、はい。で、スカラー場合に関する講義だけど、これちょっと、見てもらったっけ。スカラー場合は、その、アルファっていうのがこう、まあ、実数なり、有理数なり、こう複素数なりっていう、まあ、スカラーだとして、で、まあ、これベクトルだとしたときに、こう、アルファ X っていうのは、こう、V に入ってるっていう、まあ、イデアルもまあ似たのあったよね。その、大元の間をこうかければ、こう、イデアルの弦に対して大元の間かければ、またそのイデアルの中に入ってるみたいなのがあったけど、今回はそのベクトルをこうスカラー倍したものをこうベクトルだよっていう感じで、これを3倍したこの辺の点っていうのはこうそれも点だし、これをこう3倍したこの辺のこういうグラフっていうのもこうもっとこうなるのかな、こういうのもまあ関数だしっていう感じね。でそれに対してまあ、あれですよね。その、結合法則ですよね。で、その、この α っていうのは、こう、対なわけで、対っていうのは、その、情報の単位源を持つわけで、それを、まあ、1って書いたときに、その、1x っていうのは、1っていうのは、こう、すべての x に対してこう言えると。まあこれもなんかおまけみたいなもんで、特にそのなんだっけ、なんかこの丸2番の行為ってなんか意味あるんだっけ。なんかどっかで聞いてきた気もするけど、まあちょっと忘れたな。で、最後、分配率。これは、その、こう、ベクトルをこう足したものをこうスカラー倍すると、こう、それぞれこの、ベクトルをスカラー倍したものと、ベクトルをスカラー倍したものになるっていうのと、今度は、ベクトルに対して、こう、スカラーの和をこう、足したものをこうスカラー倍してやると。要は、こっちはベクトルの和を取ってスカラー倍してるし、こっちはそのスカラーの和を取ってスカラー倍してるしっていう、まあ、違いね、はい。っていう感じで、その、ベクトル空間っていうのは、おおよそその、さっきどっかで言ったけど、はい、こう、ベクトルと、こう、スカラーっていう、まあ、これ、体なんだけど、体じゃないと、こう、元に戻すっていくとか、こう、できなくなるんだけど、だから体なんだけど、こう、2つあると。で、その、スカラーが実数だったら実ベクトル空間で、複素数だったら複素ベクトル空間で、まああんまり聞いたことないけど、スカラーが有理数だったら有理数ベクトル空間とかっていう感じで、なってますっていう。だまあスカラーは結構ね、まあその、スカラーが複素数なのか実数なのかっていうのは結構その、重要だったりするっていうのはあるんですよね。はい。まあ、講義はなんかおまけ程度に紹介したっていう感じで、なんか、あんまり意味なかったけど、まあ、重要なのは、本当これとこれね。あと、まあ、スカラーが体っていうところぐらいかな。そんな感じですかね。
まあ、およそそのベクトル空間って言われるのは、まあ、まっすぐな空間とも言われるんだけど、それもなんか、こういうユークリッド空間っていう、まあ、ユークリッド空間ってあれ、何のことだっけ？内積入ってるような、うん、だからもう、これってその角度とかも、入っちゃってるっていうことだけども、その、ベクトル空間がまっすぐのものだっていうのも、なんかこういうもので、じゃあ、例えばこういう関数をこう集めてきた、うん、こう空間でしたときに、それがまっすぐってどういうことやねんっていうと、それちょっと想像外の話なんで、ただまあそのなんすか、そのおおよそそのこういう関数をこう集めてきたものでその関数の集合、まあ関数空間みたいなのを考えるときに、それがなんかその得体の知れないものじゃん。だけど、それをなんか、こういう感じで今まで知ってるような空間みたいな感じで、こう、扱えるっていうのはいいことだよね。だって、その、こいつらとこいつらっていうのは、その、足せるっていうところとか、スカラーバイできるっていうところでは、その、まあ、共通してるわけだから、少なくともそういう部分においては、その、こっちでその、よくわからんことは、こっちの話に置き換えて、これらのことは、その、ここでよくわからんこれらのことっていうのはこういう話と思ってこう議論展開してもいいわけじゃんっていうのがこの公理っていうのがあるおかげでそういうのがまあ保証されるわけですよね。とりあえずまあまあ軽くいくんでまあこんな感じですよ。でまあベクトル空間の例とかは次回見るっていう感じにして、まあ参考文献はそのこのシリーズの分け方にでもう分かると思うんですけど、分かりやしないか。ハルモスさんの、ファイナイトディメンショナル、ベクタースペースってやつです。まあ、僕は基本的には英語ぐらいしか読まないんでね、その、日本語のその安直だったらいい本結構あるんだけど、日本語のまともな数学書でいいやつってあんまないんですよね。特に線形代数としてはこれはもう絶品、もう原因でいうとこのダウンタウンみたいなもんですよちょっといいみたいな。まあでもこれ参考にしてるけど、なんか今日の話なんか全然この本書いてないことも話したし、まあ一部推測の部分もあるんですけど、まあでもおよそこういう感じでベクトル空間っていうのを考えることができるよねっていう、そういう話としてはまあ良かった気がするんで、まあいや、とりあえずこんな感じで終わりにします。はい、一旦ね。はい。で、まあ、次回、ベクトル空間ので、まあ、この、進めのこの項目の分け方は、まあ、この本に従うっていう感じかな。その方が、まあ、話しやすいからね、こっちもある程度。ただ、まあ、多少前後したりはすると思うけど、はい。ちなみに、この本は、90章ぐらいあるのかな。90章っていうか、なんていうの。で、うん、93項目あって、で、行列の初で初めて出てくるのが37。で、今日はベクトルスペースだから、今日は第2項目ね。この前のは、対は第1項目だし、間はまあ、この本と関係なく、僕が勝手に話したやつなんで、ゼロっていうことになってるけど、いい感じで行列出てくるの、まだまだ先なんで、よろしく。いかにその、なんかさ、その線形代数って言えば、いかにもすぐなんか行列顔出すじゃん。うざいよね、あいつ。行列。なんていう、線形代数の主人公はさ、ベクトル空間なわけじゃん。なんで行列斜線出てくるんだよっていう話ですよ。まあいいや、なんか毒が過ぎてるので、もう終わりにします。はい。たまには、まあこういう放送も面白いっしょ。